迎えていきましょう。あと5得点で B リーグ1000得点という大記録が迫っていましたけども意識しました？全くしないです。してないですね。決めてしばらくして気づいたんですけど、はい、まあ1000点取れてよかったです、はい、日本人最速ということですけれどもこのあたりはいかがですか？まあそのチームのために、得点を取り続けて、そして日本人最速っていうのは本当に嬉しいことです。これで9連勝ですけども金丸選手から見て今チームの状況はいかがですか？まあ非常に、いい方に向かっていると思います。みんな攻め気出して、見極めとか、しっかりできていると思うので、今は非常にいいバスケットできていると思います。皆さんの応援が本当に毎日力に、毎試合力になっています。明日も引き続き応援お願いします。ありがとうございました。今日の日付もお願いしましょうか。せっかくなんでね、1000と書いていただきました。ありがとうございます。スリーポイント見てみると8本打って5本決めています。今日は15得点。今日の試合振り返ってみていかがですか？そうですね、ヘッドコーチの方から攻め気を持って常に何ですか、打てるところではシュートを狙っていくようにっていうのは言われてたので、打てるタイミングがあったら打とうと思って、はい、準備してました。ゲームを、やっていく中でどんどん良くなっていると思うので、はい、もっともっと、まだまだ改善するところもあるので、しっかり積み重ねていけばもっと良くなるんじゃないかなと思ってます。ハロウィンのイベントもあって、はい、いろんな仮装をして、来ていただいている方もいっぱいいるので、すごくいい雰囲気の中で、できてます。もっと、選手も頑張るのでまた、ホームに足を運んで応援よろしくお願いします。今日の日付もではお願いします。そして、はい、ありがとうございます。では